て、あのいわゆるこうブーイングとか激しい声というよりもむしろ中国代表に性能が大きいのかなとも受け止められるんですが、相馬さんは下で聞いていたんですよ。彼のこういう身体能力を考え、つながく右サイドに流れ、ここでのフリーキックというジャッジでした。前節の長水がクロスボール、足に当たったのは安田、奈良崎キャッチです。いやー今のはね、もうわざと飛び込んでると思うんですけどもね、それに対して何もないですけどね、レフリーも。ただあの金田さん、こちらが受けるチャンスになる、戻ってきた、ファールではないか、これはファール、ひどいタックルですね、ジョンリュウのファール。ちょっと田代心配ですね、怪我にもつながるような、岡田監督はもう踏ん張りやる方ない表情、やっとイエローカードが出ました。このプレーです、ボールではなく足に行っています、ボールは前に運んでいますので、そこに間に合わないと見るや足に入っていっ、日本中澤から中村健吾、中村健吾へのファール、日本ボールです。今のも完全にアフターで足行ってますからね、はい、今のもそうですよね、当たり前なんですけどね、ジャッジとも残された後半戦っていかなきゃいけないんで、はい、フォワード指定が行く、フォワード指定が行って中村健吾、中村健吾見ている、飛び出していったのは安田が1対1、完全に1対1だ、触っとけ、いやーボールは無情にも左へ流れる、そして安田が倒れている、また岡田監督が両手を広げて抗議しています。相馬さん、はい、安田が抜けた、安田が苦しそうに抑えていますけど、イエローじゃ済まないですね、レッドでしょ今のは、多分ボール見てないと思う今のは、うわもう体ですもんね完全に、ベンチから大久保コーチ、大木コーチ、そして岡田監督、スローで見ていきましょう、いいところで飛び出していきましたね、金田さん、うわ完全に下位置、中村のいいところが出ましたよね、これね完全にボールから遅れてるの分かってますからね、完全に飛び蹴りでしょうこれ。いや気になるのは安田の状態です、日本は苦しめられています、日本にとっては不利な状況が続いています。これも後ろから、これも後ろから、さあ OK ですね、はい、まあ、実際には山瀬の攻守の切り替えの速さからね、いいディフェンスから奪ったボールですからね、まあ、足がどうしてもね、そうですね、いなくなりましたので孫翔が蹴りましたが、このボールが乱れました、日本ボールにしたいところでしたがファールがあって、まあこの辺もアフターでね、そうですね、ボールの後ですね、中国との一戦、日本前半17分山瀬のゴールで1点リード、もう負けられませんが、今度倒れたのは羽生、羽生ですね、いやカニバサミですからね、早いリスタート、飛び出してきたのは鈴木啓太、今日は鈴木啓太、中村健吾が隣にいるだけあって随分と前出てきました、これがいい、また不安になっている、手を出したのはリーホですが鈴木啓太助かった、ゴールキーパーの将来の間に入って止めている中国代表のキャプテンのリ・イホーと鈴木啓太の間を止めています、はい、今スタジアムが何か投げ込まれましたね、今画面の右上に映りました、画面の右上に映っている18番のジョン・リューがそのところに行きましたけれども、物が投げ込まれてそれを排除しました、打っていきました、田代は足を挟まれたけれども、笛はここでドリブルです、ドリブル倒されたな、プレーだね、今野が今日は潰してます、本当集中してますよ ね発煙筒がたかれてますね、発煙筒どこですか、本当ですね、日本のゴール裏ですね、奈良崎が守る日本のゴール裏、発弾を増やしながらね、はい、ゲームをコントロールしてほしいですね、鈴木啓太ボールを離したところでファールを受けています、これは鈴木啓太がファールを受けています、おい、いや今のはね完全に啓太がねファール受けてるんですよ、200% 中国のファールです、ちょっとこの5分はありえないジャッジのオンパレードになる可能性ありますんで ね、 そうですね、時間をかけて、よっしゃここで試合終了、ロスタイム5分が経過、日本我慢した、我慢の勝利、1対0、岡田監督が息を吐いた、これが物語っている、中澤のこの表情、よっしゃという顔だ、よくやった日本。